はい今日の算数は集合の勉強をしますよはい見てくださいねはい A という集合があって B という集合があります B は A の部分集合なんですけども、えー、誰かがですねえっ、ー、と B はこうだよって言ったとしますねそうするとそれは B のことであって A のことではないんですよねですからえっ、ー、と B は A に含まれているんですけども えー、全ての X, X は A に含まれてるけれども X は B には含まれてないってここの部分ですねここの部分の人のことはね B はこうだよって言っても言ってないわけですよいいですかだけど A が B と同じだって勘違いしちゃってるそういうこともよくあるんでねこれ集合論でとても大事なことなんで、えー、勘違いしないでいただきたいわけなんですけどもね、えー、ナイキのコマーシャルのことですね。 ナイキのクマ社員でいや日本では差別があるよってそれ B のことですよね。でその時にいやナイキはなんか A をバカにしてるとか A をなんだと思ってんだっていや A の話をしてんじゃなくて A の微部分集合である B の話をしてんで,で自分はね、A、B 以外の A にもし入ってんだったら B のことを言われてもあそれは確かにそういうとこよくないよねって直そうねって思うじゃないですか。じゃあ A, A の内卿は A のこと言ってるってだから日本人全体のこと言ってるっていやいや違うでしょうってもともと B のこと言ってるんでしょうってじゃあ、えー、ともしそれ怒ったとするとあなたは B なんですかということになりますよねだって B 以外の A の人は別にいや B はやっぱりうう差別とか偏見とかよくないでしょうって言えばいいのにいやいや A, A 全体をなんかバカにしてるっていや違うでしょ集合論で違うでしょあなたはじゃあね日本人をバカにしてるってなうのったらあなたは 実は B なんですかということが問われているわけなんですけどね以上、えー、集合の研究でございました終わったらよろしいようで